道市場にやってきました。シュッシュッポッポ。ちょっと待って、今日は日曜日、今から鉄道市場の中に行こうと思います。すごいっす。もうね、大人気の市場。すげえな、超人気。すげえ人。もうね、明治神宮の初詣ぐらい。すごい。ここは鉄道市場なんですね。素敵になりましたね。ありがとうございます。エロい。
こういうエロい家庭教師みたいな感じ、うん、こういうエロい子です。勉強教えてください。何の勉強ですか。保健体育ね。保健体育。タイは毎日夏休み。なるほど。タイは毎日夏休みと。僕の夏休みよりもタイの夏休み。来ました。ですね、ここですよ。バミジョンパラン来ちゃいました、来ちゃいました、来ちゃいました。もう出ない、これすごいよ、これうわすごい、見てこれ。うわ何ですかこれ。すごい、中華の学園天国ですよね、これ。リンリンリリン。おお、すごいね。見て見て、あれ。すごいね、これは。学校給食じゃないですか、これ。今から作るよ。頭合わせたね。だいぶ入ってますからね。おぉ、すごいね。豚肉乗っけて。いやー、うめえな、あのラーメン。すごい。2キロぐらいあるとかね。ほんとっすね。300円、300円。これより大きいのもあるんですか？うん。すごいね。これすごくないですか、このラーメン。家族で食べてる。すごい。すごい。クロープクルア。家族。あ、クロープクルア。かわいい。うわ、美味しそうに食べて。はい。うわ、いいですね。うわ、か。この敷地内にあるいろんな食べ物見ていきましょうか。デザートとか。あ、もちろんある。お願いします。あ、デザートを食べてないですね。じゃあパパッと行きましょう。この緑のやつ。緑なんですかね、これ。あ、爪楊枝が両方とも止まってる。大人気らしい。では、いただきます。いただきます。あー、あもちもち、もちもちっすね。あ、これうまい。うまい。優しい味っすね。うまいな、これ。え、これなんすかね。でも大満足の一品でした。お得意のシェアをして、分かる分かる。アロイマーカー。これ高いんだよね。1個25バーツ。もしもし。さあ、バレハ。もちはバレハ。もち。もちもち。ニムニム。
これが見かけによらず美味しいんですよ。どうしようか。どうしてるの？最後でグイシャイ。グイシャイ。グイシャイ。めっちゃ脂だった。脂ですね。これ何なんですか、中身は。クイシャイという野菜ですね。野菜。野菜。野菜クイシャイ。クイシャイって何ですか。なんか甘辛ですね。そうです、ソースは。美味しいですね。これ結構結構危ないっすよ。これ低温やけどしますよ絶対。俺しか食べれない。はい、こんにゃく畑より危険なやつですよこれは。高齢者のすごい。あ、チョコはなしで。すごいですよね。豚も液体チーズ入ってますもん。うわ、来たー。うわ、すごい。鉄道市場をさっと
回ってみました。だいたい全体の3分の1ぐらい回れたかなっていう感じですけども、約まあ2時間弱1時間30分ぐらいでさっと回ってみました。鉄道市場でした。